まりギリギリ。ここは何だろう。読めません。おお。おおとしか言えないんですけどね。大黒三点おもこキャラやふわか、すっきりしてていいですね。電話があります。ちょっと電話でもしましょうかね。やめます。気持ちがいい。京都婚活。これだけなんか浮いてますね。京都婚活って。いいなぁ。いいね。ちょっとせっかくなんでお賽銭ここに置こうか。50円があるな。今日はめちゃくちゃ京都に来て、大谷大学行ってた時代から行きつけのカレー屋っていうね、名前のカレー屋さんに久しぶりに行こうかなと思います。こっちのね、北の方に来るのも久しぶりだったんでね。どっちから行こう。こっち行くか。うん、カレー屋のかは華やかの、かです。例は、華麗なる、華麗なダンスとかの例です。で、矢は屋台の矢ですね。カレー屋。堀川市名にある、生鮮館、スーパーの生鮮館の隣のビルの2階にあるんですけどね。めちゃくちゃ、人生で一番通ってますね。なんだかんだでね。こんだけずっと行きつけてる店ってないなって思うんですね。
なんか相性とかあるんでしょうね。うん、飲み屋とかでもそうですね。木屋町でもね、あんだけ店あんのに結局行く場所ってね、数軒なんですよね。2軒ぐらいかな。うん、面白いですね。そこら辺ってやっぱ波長とかあるんでしょうね。波長が合ってる。何らかの波長が合ってるんでしょうね。うん、カレー屋、よかったら行ってみてください。あ、こういうところなんだ。ってね。うん、たまに、ご夫婦が喧嘩してますけどね。たまにっていうか、まあまあな確率で喧嘩してますけどね。あの、厨房で、おらおらとか、おらとか、なんだお前とか、あんたがどの子のよとかね、言ってね。お構いなしで、あの、喧嘩してますけどね。まあ、それも味なんかな。抵抗ある人は抵抗あるみたいですけどね。うん。大徳寺だったんですね。ちょっと何か分からずにずっと歩いてたんですけど、綺麗です。何も考えずに綺麗な空間を歩くだけで心が洗われて気持ちよさを得れますね。これが意図的じゃなく自然に本当に幸せな時ってやつかなって思いますね。この快不快の快の状態を常々持っていたいですね。まあ、ということで、一旦散歩でした。現場から以上です。今日はゆっくりします。ありがとうございました。